今日は悪質ホストクラブの問題に対するです、ね、対策推進法案を衆議院に提出をしてきました。私は参議院なので提出者の名前には入らないんですけれども、一緒に考えてきたということで一緒に提出をしてきました。被害者の方や被害者のご家族も一緒に来てくださいました、はい。今回の法律というのはなんか税金に穴埋めするとか全然そんな話でもないですし、規制をするというような話でも全然ないものです。これまで皆さんも現行法で対応するということがニュースになったということからもご察しのように現行法でちゃんと対応できていなかったんです。それをちゃんとやっていこうという内容で、それでもなおまだまだできていないところがあります。例えば消費者契約法が使えるだろうというふうに皆さんおっしゃるんですけれども、なかなかこれは使うことができません。というのも消費者契約法というのは対事業者に対して適用されるものなので、定義として事業者がホストに当たるのかという彼氏彼女の関係になっているので、それは事業者に当たらないということになります。ホストが肩代わりをしているので、事業者というのは基本的にホストクラブになるんですということで、消費者契約法のデート商法というのは使うには相当ハードルが高いということになります。まあ、例えばホストクラブに直接付けがあるのであればこれは使えるかもしれませんけれども、消費者契約法をなんていうんですかね、法外な金額というのはなかなか難しいなというふうに思っているところで、まあ、デート商法っていうのは相手が事業者っていうところがあるんですよね。なので使えません。で今回の、内容というのは3条4条のあたり見ていただきたいんですけれども、国と地方公共団体とそして、まあ、ホストクラブですね、端的に言うと言い方としては特定有興飲食業を営むものの責務ということになるんですが、ホストクラブ、はい、この3つですね、国地方公共団体そしてホストクラブ連携をしっかりしてこの対策を進めていかなくてはいけないということになっています。今東京都って全然動いてる様子ないですよね。なので国だけではなくて地方公共団体もやらなきゃいけないし、ホストクラブもしっかりこの法律に協力をしなきゃいけないということになっていきます。内容なんですけれども、まあ、基本的にその支払い能力に照らして、まあ、不相当に高額のものを背負わせるということが NG ですよということになってくるので、こういったことにならないように対策を取るということが重要になってきますし、何よりも、ね、現行法を厳正に適用するために空いている穴を定義とか解釈でどのように見ていくのか、これをしっかりやるための法律になっておりますので、何かネットで巷で噂に流れているようなものすごく何かを厳しいものを売りかけを禁止するとか条件を設けるというものでは全然ありません。全然違うというものがネットに流れているので要注意ですと。あとはこれマインドコントロールに近いので、マインドコントロールにかかってしまったあと色恋などでいろいろ知ったとしてもやっぱり受け付けないんですよね。なかなか目が覚めないというものは、例えば宗教の問題がありましたよねと、統一教会の問題があったことが明らかなので、まずはですね、その啓発とか教育などをしっかりして、そういったものに引っかからないというような教育を行うことが重要であるということもそのように、設けさせていただきましたということと、あとお母様方とか、あと気づいた時に相談できるところが重要なので、この体制、さらには社会復帰です。社会復帰できない状況の、若い女性たちが多いです。ずっと風俗で働くとか売春してるってなった時に、それで社会復帰の応募する法律ですと、ですということで、まあ、やっぱり一番大きな連携協力の体制の整備ってことになりますから、この法律をしっかりとやることでどこかがバラバラにあるんじゃなくて、連携を取りながら問題解決、現行法の適用をしっかりやっていこうという法律になっておりますので、これを飲まないというのはおかしいというふうに思っています。実効性がないわけがないですから、まずどのように法律の穴を埋めていくのか、厳正に対応していくのかということをまずしっかりやっていくということで、この法律ぜひ皆さん応援していただきたいと思っています。それではまた明日。